え、イタリン聞くつぼ試してみるよ。いい、ちょっと変なとこ触らないで。じっとしてて、リカちゃん。触らないと痛みは収まらないよ。ちょっと、くずぐったい。おおあ、ごめん、そこ便秘のツボだった。商店街の薬局に行けばいいって。え、もう閉まってるんじゃ。おばあちゃんに相談したら連絡入れてくれた。